さあ、ということで今日はね、前回引き続き、まあ、今回このウィーイングイレブンなのか？ウィーイングイレブン2007、クラブチャンピオンシップってことで、J リーグかな？多分。J リーグの、あれかな？なんだろう。専門のね、感じになってると思うから、俺もね、結構ね、J リーグ2014、ウィーイングイレブン2014、青木サムライの挑戦、死ぬほどやったんで、J リーグ限定ゲームってなると、俺かなり面白いんじゃないのって思ってるから、まあ、J リーグディビジョン1で、この時代ってどこが強かった？グランパスか2008年。どこだ？ 2008 年強かったところか。まあ、F マリとかは毎年強いと思うけど、まあ、F マリにするか。で、まあ、相手は、まあ、せっかくだから、そうだな。あ、横浜 FC もいいけどね。F マリ多分久保竜彦来ると思うから、広島も強かったと思うわ。広島と F マリで行くわ。まあ、この辺は変えずに行って、まあ、試合時間5分にするか。あんま長くてもあれだからね。これで行こうか。さあ、ちょっとマニュアル設定かな。で、メンバーチェンジで、ちょ、見ていこうか。榎本ね。そして、栗原、中澤、田中、はい、まあ、田中裕介、ちょっと知らねえな。小林裕介知らねえな。あ、河合隆二ね。コンサドーレ、札幌ね。河合隆二、加納健太、ちょっと知らない。山瀬は知らんが、山瀬浩二は知ってる。坂田大輔さん知らないな。あ、松田直樹いる。松田直樹はさすがに使ってあげようか。ただ、栗原と、中澤変えれねえな。ちょっと一旦ベンチスタートで行くか。長谷川アーリアジャスール。長谷川アーリアジャスールいたんだ。じゃあ使っていこうか。セントラルミッドフィルダーでね。で、あとは、まあ、せっかくなら知ってる選手使いたい。乾貴士、F マリいたんだ。那須大輔もいるわ。いいね。まあ、セカンドトップで行くか。乾はね。で、まあ、あと、秋元陽太ね。湘南にいたよね。確かね。エウシーニョいるんだけど、これ絶対違うよな。あのエウシーニョじゃねえよな。吉田貴之って言います。あれだよね。ヴェッセル神戸の監督だよね。吉田貴之いるんだけど。あ、清水憲久もさ、知ってる、これ。これさ、あれじゃない？なんかの人よね、これ多分。これなんかの人よね。あ、鈴木貴之いるわ。師匠を使っていこうか、せっかくだから。まあ、ツートップ鈴木貴之と、まあ、乾のツートップで行って、で、あとこの、あ、ハーフナーマイクも使ってあげたい。ハーフナーマイクも使いたいな。吉田貴之も使ってあげたい。ハーフナーマイク頂点で行って、で、まあ、乾を、まあ、あれで行くか。オフェンシブミッドフィルダーで山瀬浩二と長谷川アレジャすると、河合隆二の逆三角形で行って、中盤あれだね、ダイヤモンドが当たる感じか。で、相手は、あ、森崎とね、森崎兄弟ね。森崎兄弟から、ウェズレイ、佐藤久と柏木陽介いるわ。そして、服部康太、コマのね。そして、青山に、戸田和幸。戸田和幸ってさ、センターバックやってたんだね。これで行くか。久保竜彦いなかったわ。広島にいんのかな、久保竜彦。横浜 FC か。ちょ、わかんない。ちょ、時系列こっちになってるわ。やっぱ3バックなんだ。森崎兄弟がね、マジね、いいからね。中町競技場。これ多分今のどっかの、多分名前変わってんだろうな、競技場な。まあ基本的には乾にボール当てて、まあ乾が多分プレス回避できるから、そこでまあハーフナーマイクにまあクロス上げてってもいいし、まああと、まあ鈴木孝之も結構何でもできる選手なんで、まあその辺だね。まあ基本的には乾にボール当てていく感じでいこうか。おい、誰に出してんだお前。大丈夫か？山瀬。お、川隆二行こう。川隆二。隆二さん。よろしいよ。中澤さん。ボーバイト。おい、川隆二。いいよ。で、栗原と、いや、いいよ。いや、うめえな。お、ナイス。アリアジャスールからの、ハーフナーメイク？ハーフナーメイク多分キレがないから、お、ナイス。いや、パス言えって。オッケー、鈴木武。お前、鈴木武にドリブルでかくねえか、お前。栗原からの、一旦見せられてんかい。いや、アリアジャスールめっちゃいいところできるわ。田中ハイマからの、ターゲットいくよ。ハーフナーメイクいくよ。ハーフナーメイク！よし。で、ここはリュウジさん行こうか。リュウジさんもね、言って身長183センチぐらいあるんで、これね、鈴木君からの、一旦マイク開けて、乾隆。いや、高木行くわ。鈴木高木行くわ。鈴木ゲットー！行かせたいね。これです。山瀬のシュートー！いや、惜しいな。え、なんでさ、俺さ、近くワンプッシュしかしてないのにさ、死ぬほど強いシュート行くんだけど。なんで？これさ、ホリパッドコントローラーだからさ、あれだ、純正のコントローラー買ってくるわ、今度、ホビーオフかなんかで、ね。うち、ホビオフ近いから、結構。ナイス、乾。山瀬。オッケー、大丈夫。いやー、ハーフナーマイク、この時代のハーフナーマイクがどれだけできるかだよね。山瀬浩二も結構うまいから、山瀬浩二もね、コンサドーレ札幌行ったんで、まあ、このコンサドーレ札幌ライン、河合隆二と山瀬浩二のコンサドーレ札幌ラインも積極的に使っていきたい。ナイス、田中ハイマ。からの、さっきのワンタッチ出して、あれじゃする、一旦、え、なんでこんな下手くそなんですか？
マイク行こうか。オッケー、蹴らしといて、グリハラ、空中でバカ強いから、オッケーナイス。スカの回収したい。ナイス、ナイス、スカの回収。いったえ、ファール出てかさ、なんでこんな四角死ぬほど強えの、マジで。丸の方がいいか、シュート。丸でもロブパスだよね。そうだよね。四角ワンプッシュでさ、死ぬほど蹴るんだけど、どうしよう。なんだ、その下手くそなディフェンスは。クリアラ、クリアラ、パン君、クリアラ。いいよ、あれじゃする、あれじゃする、オッケー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 。あ、マイク？いや、マイクいいディフェンスなんだけどな、取り切れんか。じゃする、あれじゃする。惜しいよ。いけるか。ナイス、パン君。おい、ナイス、ナイス。で、しっかり、鈴木孝之、運んでいこうか。鈴木孝之、運んでって。いけるわ。ほんと、積んでいける。ほんと、積んだったらいけるわ。鈴木！いや、惜しい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 。マイク、マイク。オッケー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 。え、全然いい、全然いい、全然いい。下田隆って言うんかな、これ。誰だ、ちょっと知らねえや、このキーパーは。広島のキーパーと言ったら、林拓人しか知らんから。いくよ。いくよ。やばせ！いや、惜しい！スカロ田中幸からの続けからのエルイいや、惜しいよ。オッケーオッケー。全然全然全然。いや、スタンダードなら戦えるわ。これ前回の動画でやった、あの、ブラジル代表クソ強かったから、ちょっと不安だったんだけど、スタンダード全然戦えるわ。やったら、このウェズレイと佐藤久との2トップに正直何もやらせなかったっての考えると、かなり前半はいい展開ができたと思うわ。で、おいおい、ちょっと大丈夫か？さすがプレステ2、ちょっと、あれだぞ。プレステ2大丈夫か？服部コーターはちょっと知らねえな。服部俊弘しか知らねえ、俺。カシマントラスがどっかいた気がするんだけどな。これナイス？これナイス？服部？いや、惜しいな。これプレスしていきたい。ナイス。いって！オッケーオッケーオッケー。クイックリスタートいくわ。懐かしいな、クイックリスタート。PSP でやってたわ。いや、めっちゃいい立てます。で、鈴木孝之からの、これスルーパス行こうか。いや、ヤマスいい入り、いい入り、いい入りでキープしてもらって。いや、ナイスパス！で、ターゲット、ハウナマイクよ。誰？なにこれ？なにこれ？もう難しいって。ぬいぬい、ぬいぬい。オッケー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 。と、冷静にトラップしていって、これあれだな、丸の力加減も相当むずい。あ、ごめんごめん、ミスった。いけるよ、いけるよ、いけるよ。ナイス。いやー、これファールか。まあまあまあ、しゃあない。おい、長谷川アーリア・ジャスール、まさかの18歳なんだけど。そりゃそうか。大宮のイメージが強いな、俺、アーリア・ジャスールはね。まあ、グランパスもいたんだけど。鈴木運べる？鈴木運べるよ。いけるか、これ。いいよ。いや、惜しいな。いいとこまで運んだんだけどな。マイク。オッケー、蹴らしておいて。デュイさん。ナイス、デュイさん。しっかりトラップして。いけるわ、これ。いけるわ。いや、惜しいな。山瀬。これちょっと攻撃でいくわ、これ。お願いします。誰に出してんの、お前。オッケー、しっかりスカート回収。で、クレアボール回収して。マイク、お前さ。お前、日記の方がいいんじゃねえの、お前。ハーフラン日記の方が全然使えるわ、これだったら。弟呼んでこい、マジで。名古屋グランパスから。SB ホルンからね。ナイス。いいよ。田中祐介。縦ちぎれるわ、これ。で、いけるわ。クロス上げていくわ。あれ、ジャスル！ハウラーマイク！ハウラーマイク！なんだ、なんだこれ盛り上がんねえの。オフサイドなったのか、今。なんなんだ、今の、マジで。もうちょっとさ、リアクション取る暇もなかったわ。中山。結構グランパスの選手多いよね。アーリア・ジャスルと、あと、この、田中山をグランパスだもんね。松本山がのイメージ強いけどね、結構俺は。あれ、じゃあする？オーナイス？マイクからの？いいの、うまいよ！続け？マイク？やばせ！使ろう！誰か行け！ああ、惜しいな。いやー、ちょっと時間厳しいな、これ。ラストプレイいけるか、これ。いや、ないで。いやー、これ取るんだよな、このゲーム。このゲーム、これ取るんだよな。危ねえ。早くリスター早く。いや、さすがに時間ねえよな、でも。だよな。じゃ、もう一試合やっていくわ。さすがにちょっと1点も取れず終わんの、ちょっときついから、もう一試合やっていくわ。延長戦ありました。やります。頑張ります、延長戦。スタミナ大丈夫かな、こいつら。いけんのかな。かなり攻撃的いってるけどね、今。一旦くれでしょうか。とりあえず、中澤。前棒。コマの広島にいたんだ。
なんか F 刀のイメージが強いな、俺。効果とかね。最近のイメージだからな、俺、基本。マネス？いやー、田中ハイマいいよ。一旦、アレジャスル当てて、もう一回田中ハイマ使っていこうか。いや、いいビルドアップよ。で、もう一回アレジャスル受けて、まあいいよ、前、森崎、森崎。ミスった、普通にミスった、普通にミスった。もうちょっと上がってきてくれていいんだけどな。ナイスセット惜しいよ、魚回収、魚回収。じいさん出ようか、これ。いや、イルイ最高イルイ最低イルイ最低ごめん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 。クリアラ。ナイスクリアラ。クリアラ頑張れ。いや、大丈夫、じいさん。いや、それ、あった今めっちゃいいプレスに見えたけどな、俺。ですね。危ないよ。オッケー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 。しょうがないしょうがないしょうがない。ちょっとクソ攻撃的に行くわ、もう。これさ、オフェンスレベル、攻撃レベル、これ上げれるよね、多分。俺の記憶だとさ、十字スティック、上にさ、2回やるといけた記憶があるんだけどさ、できねえわ、なんか。なんなら守備的になってるわ、今。ナイス、乾で運べるから、乾何歳これ。乾16ぐらいじゃないこれ、下手したら。いやー、マセ、ドリブルでいけって、お前、ボールコントロールめんじゃねえのお前、ループシュートがうまかったやん。やませ。やめちゃん。最高。クソ最高。はぁ、裏マイク！いやー、惜しいな。マイク！マイクいけるか？マイク、お前、それヘディング突っ込めよな、お前。あー、キーパーチャージか。この時代多分キーパーチャージあったよね、まだね。マイクいけ。マイクいったれ、マイクいったれ、マイクいったれ、お前。ナイス、マイク。ジュージさん？これ取ったらいけるよ、取ったらいけるよ、これ。ジュージさんいけ。いやー、頼む、取らせてくれ。あー、サンプル行かしてくれ。行かしてくれ。やらしてくれ、頼む。いや、ファールだよな、そうだよな。いや、PK 来てな、これ。いやー、これさすがに終わるよな。いや、PK か。PK いけんのか、俺、これ。そう、久々なんだけど、PK ってか。なんか、ハーフナイブ絶不調だったわ。ごめんな、お前、絶不調なんやらしちゃってな。なんだ、これ。急に止められたわ。二十歳のハーフナマイク。あ、どうしたと。え、この時も25だったんだ。くそ、正面行かれたわ。鈴木！おお、いいシュート打つね、鈴木。31歳、鈴木孝之。ベズレイ35歳。ええやね。オッケー。乾19歳なんだ、この時。乾って F マリにいたんだね。俺もうセレストのイメージしかねえわ。よし！森崎浩二外していく。山瀬。山瀬行こうか。山ちゃん。やーべえ、やらかしてるわ、これ。クソやらかしてるわ。山瀬。知らねえよ、これリーダーズなりか。これ絶対違うな。リーダーズなりか、これ。違うよな、さすがに。これただなりじゃねえよな、どう考えても。オッケー、なんとか切り返しよう。クソむずいわ、この PK。キーパー。キーパーこれ4択じゃね？いやー、惜しい！めちゃくちゃ惜しいやん、これ。まあ、いいっしょ。まあ、とりあえずこんなもんで終わっていくわ。なんかリクエストあったら言ってくれ。この時代のなんかやってほしいのあったらね。ということで。さよなら。